桶狭間の戦い。13時ごろ視界を遮るほどの豪雨が降り、織田軍はこれに乗じて2000の兵を進め、吉本の本隊に奇襲をかけた。かかれ。今川軍の総数は2万5000であった。徐々に土豪らが加わる遠征で、その中に兵隊維持のための二打兵などが多分に含まれていた。逃げろ逃げろ。加えて今川方は兵を分散させていたこともあり、今川義元を守る実際の兵力は少なく、双方の戦力に格段の差はなかった。義元の首を狙え。織田軍はまず前方に展開していた今川軍の前衛を打ち破り、その混乱と乱戦の中、今川軍の本隊を目指してそのまま突撃した。突撃します。今川義元は300人の旗本に守られてすぐ逃げた。逃げます。5度にわたる織田軍の攻撃で、今川義元は太刀を抜いて、一番槍をつけた服部勝忠に反撃して膝を割ったが、毛利信介によって首を打ち取られた。打ち取ります。